はい、堀江さん、土井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここやっぱ景色いいですね。いいですね。これ今年1回目なんですけど、この季節になるとここで撮れるから。ああ、そうですよ ね、 いいすね。やっぱこれがね、あの YouTube のサムネとかにあると、はいはい、めっちゃ PV 伸びる。あ、なるほど。確かにここで撮った回ちょっと視聴数いいよう な、 なんか気もしますね。いやいや、本当にね、サムネがいいんですよ、ここ。はいはいはい。今回あのゲストのご紹介の前に、ガーシー議員の除名に伴って、はい、繰り上げ、はい、がなされるんで、本来辞典の方がなるケースが多いんですけど、今回4位の斉藤健一郎さんの名前が挙がってるんですけど、はい、あれもともと堀さんの運転手さんですよね。そうそう、そうですよね。なんかすごいよね、彼もね。だって、はい、政治家になりたくて、はい、僕の運転手やるって最初言い出してましたよね。すごいな、斜め上ですよね。なんかでも、はい、最短ルートだったよね。結果でもそうですよね。結果として4位になるのは、どうやって決まる、4位でもなれるっていう感じなんですか。うん、なんかまあまあ言うても NHK 党って立花さんのワンマン政党なんで。あ、なるほど。立花さんは選挙のことしか考えてないから、いかに選挙で、だってガーシーで普通出馬打診しませんよね。そうですね。ガーシーさん本人も俺でいいのかって驚いたって言ってましたもんね。いや、だからその人の人気とか知名度とかと、その人のメリットデメリットとかも全部ちゃんとこうワークするようにちゃんと話をしてるわけですよ。2位は山本太郎さんなんですね。ただ名前が一緒だから、令和のもう山本さんと一緒だからっていう。で、3位、僅差の3位で黒川さんって幹事長の方がいて、はい、多分立花さんは僕狙いでしょうね。そうですね。僕が協力しやすいように、それが一番だよねって。で、まあその黒川さんとか山本さんも、まあ党勢が拡大するんだったら次で比例で自分たちも受かるからええでしょうみたいな。だ、何でもやりますよね。だって今あれですよ、政治家女子48です。そんなのあるんですか。え、そんなのあるんですか。いや、政で、しかも党名変更するんですよ。あ、そうね。NHK 党が政治家女子48党に変更になるんですよ。でしかも党首も変わるんですよ。あ、そうなんですか。当時も立花さんから、その昔あの池上彰さんの子供ニュースに出てた子役の子、元の女の子が出るんですけど、その子が当主になって、統一地方選はもうとにかく可愛い女子だったら受かるからっていう、あの地方議員は、地方議員ね、はい、本当にそうみたいですよ。で、地方議員を取るって実は結構重要で、はいはい、地方に応援してくれる議員がいると、その人が勝手に活動してくれるじゃないですか、はい、だからその国政選挙になってもその人たちが動いてくれるん で、 応援があるってことですよ。でやっぱ公明党が強いのはそこなんですよ ね、 確かにね、はいはい、地方議員が一番多いのは公明党なんですよ。自民党とか立憲民主党より全然公明党の方が多いんですよ。だから地方選挙で強いし、国政選挙でもやっぱ確実に基礎票が取れるんですよね。だから自民党は公明党と連立をしてるわけですけど、ここに最近こう高齢化問題っていうのが来てまして、はいはい、ね、創価学会の人とか高齢化してるんですよ、はいはいはい、確かに、うん、でまだ後期高齢者で生きてるけど、こっからやっぱ10年20年でたくさんの人たち死んでいくわけじゃないですか。そうすると公明党も実は安泰じゃないんですよね。うん、だそこの基礎票を実は取りに行ってるんですよ、はい、NHK 取って、NHK、だから結構実は立花さんはバカのように見せてめちゃくちゃ油断させてるんですよね、はい、じゃあ戦略的にはうまくいくだろう。いや、僕もだって騙されてたっていうか、はい、だって僕上杉隆に会わされたんですよ最初。上杉隆幹事長でしたから、ね、もうね、全ての人たちと喧嘩していなくなるっていう。俺紹介してくれたの上杉さんなのに、え、上杉さんいなくなっちゃうのみたいな。そうです。でも上杉さんが、いや立花さんは頭いいから絶対会うと思うからって言われて、一緒にゴルフに行ったんですけど、あ、確かに頭いいわこの人と思って。だからバカに見せてて、多くの国民がある意味立花さんに騙されてます。そうですよね。なんかもうそれでアンチテーゼも増えれば増えるんですけど、逆に応援が増えるっていうような今こう仕組みになってるって感じですもんね、うん、で結局ガーシーが受かっちゃったじゃないですか。そうですね。
だから今すごい人とか YouTuber とかに声かけまくって、あ、全然ちょっと話長くなっちゃいましたけど、この話をぜひやりたいんで、あのまたぜひやりたいんですけど、はい、今日はですね、あの今のニュースとはちょっと全く関係ないゲストにあの来ていただきました。あのご紹介いたします。株式会社温泉道場ですね、代表取締役社長 CEO の山崎俊樹さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、山崎さんをですね早速ご紹介したいんですけど、1983年埼玉県に生まれまして、府内総研に、ご入社されて、そこでですね温浴ビジネスチームでコンサルティング業務に携わったと。それをきっかけにして2011年に、温泉道場を創業されるんですよね。こう巷ではですねスーパー銭湯の再生請負人と呼ばれているということで、またですねプロ野球の独立リーグ埼玉武蔵ヒートベアーズの、オーナー兼代表もやってらっしゃるということで、今は全国2000カ所以上のお風呂に入ってきた温泉マニアでもあるということなんですけれども、早速ですねこれ山崎さんからの堀江さんにお土産があるんです。お土産、そうなんですよ、はい、はい、あの私実は埼玉県の観光協会の副会長やってまして、あの埼玉県の日本酒が34蔵あるんですけれども、その24蔵が集まったこの1号館の可愛いお酒、よかったら、はい、あと1箱あるんですけど今日2箱、はい、こちらの方で、すごいじゃないですか、はい、これ結構商品が可愛いんですよ。でやっぱ埼玉県日本で、まあ、4番目か5番目ぐらいに日本酒の蔵が多いので、温泉と野球とお酒って切っても切り離せないんで、ね、今日はお持ちしました。ありがとうございます、はい、でもこれ思ったんですけど、これ並べると可愛いですね。そうなんですよ、これ 3箱あって、はい、じゃあうちの、あの日本酒バーに、あ、ぜひぜひ置いてください。いいですね。何個くらい作ったんですかこれ。これ300セットくらいですか。もうほぼ全部出てしまって、もう限定で残ってるのを今日。え、これめっちゃいいじゃないですか、はい、これ海外売らないんですか。海外売れると思います。え、これめっちゃ売れますよ、はい、EC で、EC で売れますよね。いや、絶対売れますよ、はい、これ、もうじゃあ300セットじゃなくてもっと思い切ってずっと作ってもよかったですね。この作った方がいいかなと思います。じゃあこれ、あ、僕ちなみに、あの、これあれにつなぎましょうよ、はい、メイクマネーサバイブに。ああ、いいですね。あ、僕ちゃんと出資してますからね。俺メイクマネーサバイブのメイクマネーの会社から俺投資してますからね。いや本当あれ、ね、最初にあのエンコードリングって会社投資しましたからね、はいはい、そうでしたね。伸び悩んでますけど。ちょっと伸び悩んでますけど、ちょっとエンコードリングさんはちょっとね悩んでますけど、伸び悩んでますけど、はい、一応堅調にやってますよ、はい、酒愛って酒のサブスクやってる会社があるんですけど、はいはいはい、あれにあれとちょっと連動してもいいですよ、ね、酒愛と。え、絶対いいですよね、はい、うん、あれだってあれだけ声かけるの大変じゃないですか、うんうん、そうなんですよ、うん、そのフォーマットはちゃんとできてるので、そうですよね、あれね、もうそれ酒愛でやってもらったらいいでしょ、はい、いいですね、これやりましょう。ちょっとこれ酒愛で、あの、はい、企画にするっていうのを、はい、お願いします。いただきますので、うん、これちなみにですね、そもそもなんでこれ温浴を好きになったんですか。もともと前職の時に、あの温泉とかサウナ あの仕事の担当になって、はい、でまあそのハマっていって今もなりわいとしてるんですけれども、はい、まああの2600カ所ぐらい行ってるんですけれども、だからみんな同じで面白くないっていうんですかね、はいはい、っていうのが当時ユーザーとしてあって、かといってまあ誰かにやってもらうのも時間かかるんで、もうだったら自分がリスク取って自分のこう思い描く、はい、あのお風呂をやりたいなってことでやり始めたのが12年前です。なるほど、はい、今どれぐらい手掛けてるんですか全部で。その今あの直営は8店舗で、はい、まあ、パートナーシップで13店舗、はい、お風呂カフェというブランドを中心に、はい、やっております。じゃあ結構今までにない路線っていうのを作り出してるって感じ、いわゆるっていうよりは。そうですね、はい、結構まあ業界の中ではもうあれは風呂屋じゃないってよく言われるんですけども、あ、ね、まあ本当にこう何もしないを楽しむっていう業態を、はい、やっております。これ実はこの独立リーグの、埼玉武蔵ヒートベアーズの方はこれ堀江さんがアドバイザーをされて。そうなんです、株主と。あ、株主でもあるってことですね、はいはい、ちょっと勉強させてもらって、はいはいはい、で、あの九州にも、はいはい、野球チーム作らせてもらって埼玉武蔵が先なわけですね。あのアドバイザー、そうです、少しだけ。そうですね、はい、あの先です、はい、いやでも独立リーグも面白いですよね、はい、いや面白いです、今、うん、結構勝ち筋が見えてきたかなっていうのは。なるほどね、はいはい、ちょっとそのあたりも後半の、はい、お話ししていきたいと思いますので、それではですね今回はですね温泉の未来と題しまして、これ温泉ビジネスの今後の展望、さらにはですね今シーズンまだ間に合うおすすめのですね温泉施設なんかも、伺っていきたいかなと思っております。